日本新潟県長岡市、川口田麦山川口田麦山は、新潟県長岡市の大技。旧北魚沼郡田麦山村。郵便番号は949-7512。川口田麦山は、長岡市川口地区中部から南部にかけての大技で1896年に合併するまでの北魚沼郡田麦山村にあたり、川口地区南部の大半を占める。北で、 西川口、東で、魚沼市、下島、原、東南で、魚沼市明神、南で東0日、長市中城、西南で東0日、長市東0日組、西で、小千谷市、岩沢、河合に隣接している。魚沼丘陵内に位置する、かつては、養蚕、近年では稲作を中心とした農業地域であるが、かつては、油田が存在し石油を生産しており、跡地には、 田麦山油田記念碑が建てられている。油田廃以後は過疎化が進み、全戸下山する集落も出たが、電気工場の進出が見られる。田麦山地内では、縄文時代の遺跡として、裏、無沢遺跡、上原乳遺跡が発掘されているが、弥生時代の生活根は検出されていない。当地は、和名将の魚沼郡夏上里にあたるが、正確な位置は否定されていない。 中世に入ると、下川号19判名の一つとして、田麦山の名が現れる。この地域には1495年に、小田原から退いて、当地内南部の山の相川に寄った大淵氏の支配下であった。大淵氏は1561年の上杉謙信の小田原攻めに際しては、日泰一族の田中氏に付き従って出陣した。1542年に起きた天文の乱において、 田中氏当主である、田中太郎左衛門長吉が、越後国主後、上杉定座根の側につき、長尾ため影と対立したが、ため影没後、田中氏の自立商人と引き換えに守護代、長尾春慶に起伏した。江戸時代に入ると、田麦山村は、高田藩に属した。1643年に、魚沼郡を八分割した川口組に属し、川口塾への助合の対象となった。 江戸初期に高田藩に属していた田ぎ山村は1681年の越後騒動の結果、高田藩が改役されると天領となった。1861年になると合図藩の支配となった。1889年の町村政志向に伴い現在の田ぎ山の境界とほぼ同じ田ぎ山村が成立したが、1954年には東山村の一部とともに、 川口村と合併し、川口村大畑田麦山となった。1957年、川口村の調整施行に伴い、川口村大畑田麦山は、川口町大畑田麦山となった。田麦山の油田敷屈が成功したのもこの頃で、第三期輸送を分布の北端にあたる、この地域は、古くから、不水の湧出に治療が多いことから有望視され、大正時代に敷屈が行われていたが、 その当時は失敗に終わっていた。1956年7月に寺止まり層の新層油田の開発を行い、翌年以降9本の自噴油を掘り当てることに成功した。年間1万6000キロリットルの石油と1日9000立方メートルの天然ガスを産出した。しかし、1959年前後をピークに、 生産量は減少し始め、1990年代には、田麦屋町内6集落への都市ガス溶性ガスを産出するのみの範囲となっている。油田の衰退の結果、当地では許可利損者が続出し、山の相川地区では1973年に全戸が西川口に移転した。ただし水田は出作として工作を続け、農家は貸別荘として利用されている。 2011年3月31日の川口町の長岡市への合併に伴い川口町大技、田麦山は長岡市川口田麦山と改称された。原独号町には、古は田麦村と記されており、田麦の名の由来として、旗向きの多いところ、峠の地主身に対する田向け島諸説ある。川口町の長岡市への合併に伴い、 旧町名の川口が紬山に干渉された。2018年2月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。